八分ギ座は南天の星座の一つ。最も明るい乳星も四等星であり、目立つ天体もないが、天の南極は現在この星座の中にある。ただし、南極星として使えるような明るい星はないため、天の南極を知るには南十字座が主に使われる。日本国内からは観測できない。他に以下の天体がある。 八分儀天体の水平線からの高度や理覚を観測するために用いられた即角器である八分儀をモチーフとしている。角度45度の扇形の本体に2枚の平面鏡が取り付けられた即角器で1730年にイギリスのジョン・ハドリーによって発明された。星座としての八分儀座は18世紀半ばにニコラルイド・ラカーユによって考案された。 研究上のこの領域は、ペーテル・ケーセルや、フレデリック・デ・ハウトマン、ペトルス・プランシウスらによって、水蛇座の一部分とされていたが、ラカーユは、天の南極の部分を切り取って、八分ギ座の領域とした。ラカーユは1756年に観光した製図では、反射式八分儀としていたが、1763年の第2版ではシンプルに、八分儀と変更した。 あとの1801年にヨハン・ボーデが刊行した裏のグラフ屋では公開用8分儀とされたが1922年に現行の88星座の名前が定められた際に正式に奥ン図と定められた。ありがとうございます。